1997年の福岡大英ホークスでは、1997年、福岡大英ホークスの動向をまとめる。この年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の3年目のシーズンである。大監督3年目、そろそろ A クラスを狙うチームはこの年から、それまでの正捕手だった吉永光一郎を内野手にコンバートし、3年目の城島健二を正捕手に起用。 これが功を奏したのか7月まで貯金を重ねて3位に入るなど1977年以来20年ぶりの A クラス入りが期待された。しかし8月に入ると投打の主力が息切れし最終的に最下位こそ逃れたものの前年2位の日本ハムともども同率4位でシーズンを終えた。投手陣ではがチームトップの11勝を挙げたが 開幕投手の武田和弘が、防御率3点台後半ながらもわずか4勝に終わる、53で最多被安打、最多失点を記録したほか、チーム防御率は4.26の再開。打撃陣は、リーグ1位の132本塁打を放った一方で、ルーキーの井口忠人は、打率が2割台と低迷した。それでも前年投塁王の村松友人がグラウンドを走りまくり、 不動の4番に成長した国母勇祐希は30本塁打を達成するなど打線が活躍した1年となった。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。